エンリケ・サンチェス・フローレスは、スペインの首都マドリード出身のサッカー指導者、元サッカー選手。現役時代のポジションはディフェンダー。右サイドバックとして、バレンシア CF、レアル・マドリード、およびレアル・サラゴサでプレー。バレンシアでは、キャリアの大半となる10シーズンを過ごし、2シーズンを過ごしたレアル・マドリードでは、リーガー・エスパニョーラ制覇を経験した。 スペイン代表としても15試合に出場し、1990年のワールドカップイタリア大会のメンバーにも選出された。レアルマドリードの下部組織で指導者としてのキャリアをスタート。2004から05シーズンに一部リーグ初昇格のヘタフェ CF の監督に招聘されると、広角候補の筆頭格に挙げられていたクラブを13位に導き、一部リーグ残留を果たした。 ヘタフェでの手腕を買われ、2005から06シーズンにより、フルスバレンシアの監督に就任。就任初年度からリーグ戦を3位で終え、チャンピオンズリーグの出場権を確保した。翌2006から07シーズンは、多くの怪我人を抱えながらも、国内リーグで CL 出場圏内の4位確保に成功。CL では AS、ローマを抑えて、グループリーグを首位通過すると、 決勝トーナメント1回戦でインテルを撃破。準々決勝で、チェルシー FC に敗れたものの、ベスト8の成績を残した。しかし、3年目のシーズンは開幕戦で黒星を、喫すると低迷し、第9節のセビージャ FC 戦に0の3で敗れた、後に解任された。2008から09シーズン、ホセアントニオカマーチョの後任として、ベンフィカの監督に就任。開幕前には、 オセアントニオレジェスやパブロアイマールを獲得する大型補強を観光した。リーグ戦では年を越すまで無敗を続けたものの、後半に失速。最終順位は3位で、翌シーズンの CL 出場権を逃した。また、UEFA カップではグループリーグ再開に終わった。契約期間はあと1年残っていたものの、シーズン終了後に双方合意のもとで契約を解除した。 2009年10月、シーズン途中にアトレティコマドリードの監督に就任。深刻な不振に陥っていたチームを7ヶ月間で立て直した。リーグ戦は9位に終わったものの、ヨーロッパリーグで優勝、コパデルレーでは準優勝を果たした。シーズン終了後に1年間の契約延長に合意した。翌2010から11シーズンは8月に行われた。 UEFA スーパーカップでインテルを破り優勝。最先の良いスタートを切ったものの、a SFW のディエゴ・フォルランとの確執がたびたび報じられ、チーム状態が悪化。リーグ戦は7位に終わり、ヨーロッパリーグでもグループステージで敗退。シーズン終了と同時に辞任した。アトレティコ・マドリードを退団してからは、UAE のクラブで監督を務めていた。2015年1月、 ヘタフェ CF に10年ぶりに復帰した。しかし、2月26日に突如辞任を表明した。2015年6月6日、プレミアリーグに昇格したばかりのワトフォード FC の監督に就任した。2018年12月25日ージング以前、監督の後任として、中国、スーパーリーグの上海進化の監督に就任した。若手選手を積極的に起用し、 チーム力の底上げに尽力したが、2019シーズンは、第15節終了時点で3勝3分け9敗の14位と、低迷。2019年7月3日、個人的な理由で辞任したことを発表した。2019年9月7日、解任されたハビグラシアの後任として、ワトフォード FC の監督に復帰。しかし、 チームを立て直すことができず、リーグ戦10試合でわずか1勝にとどまったことから11月30日に解任された。2021年10月6日、ミチェルの後任として、リーグ最下位に沈むヘタフェの監督に就任した。特に組織戦術に重きを置くタイプの監督である。バレンシア時代は全体をコンパクトに保った上で、ボールを奪った後は、素早いカウンターを仕掛ける。 研修速攻のサッカーを施行した。また、この戦術をチームに浸透させるため、市長各室を新設し、ここでのミーティングを頻繁に行った。一方で、選手が犯すミスには厳しく、罰として招集メンバーから外すこともあった。ありがとうございます。